皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、バンビシャス奈々さんにお邪魔をしまして、ゲストの方とねトーク動画を撮らせていただいております。バスケットファンの方はご存知だと思いますけれども、バンビシャス奈々の宇都直樹選手に、今回はね、ご協力いただいております。宇都選手よろしくお願いいたします。お願いします、はい。で今回の、インタビューなんですけども、弊社で運営しておりますバスケットボール上達塾の、読者の方々に向けてですね、トップのこうプロバスケットボール選手として活躍されている、選手にどういう指導が、ベストなのかというね、ちょっと抽象的な話題ではあるんですけども、そういうことをねいくつか質問させていただいて、ぜひぜひね読者の方の参考にしていただきたいということで、今回貴重なお時間をいただいております。で、このね YouTube をご覧になっている方の中にも、当然バスケットボールをやってらっしゃる方ですとか、お子さんとかね生徒さんがバスケットボールをやってらっしゃる、そういう方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひこの動画を参考にしていただければと思います。それでは早速、ね、質問させていただきたいんですけれども、まずは宇都選手の、ご自身のパフォーマンスに関することから、質問させていただきたいんですけれども、はい、まずパフォーマンスといってもこう一口に言ってもいろいろあるとは思うんですけれども、まず宇都選手がこうご自身のパフォーマンスが一番大きく伸びたなというふうに実感してらっしゃる時期っていつ頃ですか？僕はそうですね、体とかの、その身体能力的な話とか、バスケットのことを総合的に見ると、やっぱ高校の3年間が一番伸びたかなっていう。なるほどです、ね。先ほどこう、ちょっと雑談してるのが聞こえてきましたけど、はいはい、高校時代も相当厳しい練習を重ねてこられたっていうことですけども。一応もう、多分僕らの世代だと、はい、僕らの高校が一番きついっていうのは伝わってるぐらい、それぐらい練習はきつかったですね。例えばその一番きつかった練習ってどんな練習でしたか？僕ら夏になると、はい、合宿っていう名のなんていうんですかね、こうたくさん練習する期間があるんですけど、その時は朝からまず僕らの高校の近くに山走るところがあるんですよ。本当なんかこう岩とか登ったりとかするところがあって、それを行って1往復 1.5 キロのところを7往復とかまず朝からやらされ やってて、で帰ってきて、で午前中にボールを使わないコートでのディフェンスフットワークだったり走る練習して、で昼休みで午後からバスケットボールを使った、はい、僕らの高校って走る練習以外しないんです、はい、バスケットってこうオールコートとハーフコートってあるはずなんですけど、はい、僕らってオールコートでしか練習しなくて、もうひたすら走るんで、はい、オールコート そのバスケットボールを使った練習をして、はいはい、でその後に、最後、コート内 で最後走る練習するんですけど、はい、それをやった後に最後間食を取ります、軽く、はい、おにぎりだったり何か、はい、で最後もう真っ暗になってきた時にグラウンドに行ってポールダッシュって言って、野球部のこうポールあるじゃないですか、あそこひたすらこうダッシュするっていうのが、もうそれが一番きつかったですね。なんか聞いてるだけで気が遠くなってくるんですけど、まず最初のその7往復の時点でやばいですね、本当にもうね20キロ以上走るわけじゃないですか。そうですね、そこからもうなんか僕らも本当よく分かってなかったですね、はい、当時はもうなんか言われたことやり続けたって感じなんで、でもそれでこう今宇都選手がプロとしてこう活躍するための、はい、特にその体力的な基礎ができた、そうですね、体力、身体能力もそうですし、あと一番僕的には良かったのはやっぱ気持ちが強くなった。なるほどですね。そうですね、もうやっぱ体力が例えば今年を取って体力がね落ちたりとかした、はい、した時のでもまだ同じパフォーマンスで多分動けるっていう理由はやっぱ気持ちが強くなったっていうのはあるのかなって僕は思ってます。なるほどですね、はい、ちなみに宇都選手1991年生まれということで、はい、30歳を超えられて、はい、やっぱり体力的に落ちてきてるなっていうのは、うん、こう
練習ですとか試合の中で感じる場面ってあったりするんですか？まあそうですね、単純に練習も試合も本当全力で動けてた時代はやっぱあるので、はい、特にこう僕ら経験を積んでくると、はい、まあ、特に無駄な動きをしなくなるっていうのはあるんで、体力が落ちても動きの例えば一歩のスピードとかは変わらないかもしれないんですけど、全体的に動いてる量とか見ると落ちてるかもしれないですね。なるほど。落ちてるというか、そいでるというか。なるほどですね。はいはい、こうやっぱり選手として経験を重ねていくにつれて動きの無駄が少なくなったりとも多分してると思うんで、あとはまあその選手同士の駆け引きのうまさっていうところで効率よく、はい、そうですね、がむしゃらなだけではなくなってきてると思うので、なるほど、まあ、その点もなんかちょっと踏まえるとちょっと難しいかなと思うんですけど、その体力が落ちまあでも単純な基礎体力でいうとやっぱ落ちてるとは思います。なるほど、シンプルに。30歳を超えてくるとやっぱりプロスポーツ選手としてはどうしてもこう、まあ、ベテランといいますか、やっぱり20代前半の選手がどんどん新規で入ってくる中で、こうそういった選手と競い合ってくるためには、まあ、やっぱりそういう若い時にしっかり基礎を作っておいたからこそ、まあ、でもそれはあるかもしれないですね、本当に。僕としてはやっぱりその気持ちがあるんで、はい、35ぐらいまでは多分まだ伸びるかなっていう、自分のパフォーマンスも身体能力とかも、はい、まあ、時代の変化でもあると思うんですけど、それはやっぱりこのケアの充実さとか、はい、そのトレーニングの種類の増え、はい、なんていうんですか、増えてるじゃないですか、いろんなトレーニングとかも、はい、それをやっぱ自分なりに一生懸命試行錯誤して考えてやっていくことで、多分35以上もまだパフォーマンス落とさずにやっていけるのかなとはここ最近思ってるんで、まあ、そこはあれですね。でもやっぱそれの土台がやっぱりね、僕の場合は高校の時に作ってたんで、はい、気持ちとかそのどれだけやったら自分の体に限界来るっていうのも分かってたんで当時で、はいはい、それでやっぱりどこまで追い込めるかっていうのを自分と相談できるっていうのはすごく大きいのかなっていうのがありますね。まあ、高校生の時にもう限界ギリギリまでこう追い込み続けた経験があるからこそ、こう今プロ選手として活躍していくにあたって、ご自身の限界というか、これ以上やったら怪我をしてしまう、体が壊れてしまう、ケアをしないといけない、そういうところがこう分かっている。でその上でしっかり気持ちで負けないでしっかりやり続けることができる、そういう土台が作られたと。そうですね、はい、まあ、これは本当にあのジュニア世代で今頑張ってらっしゃるあの選手たちにも参考になるというか、はい、まあ、やっぱりあの、まあ、私も高校時代野球やってたんですけども、やっぱり走り込みの練習って一番こうしんどいですし、そうですね、手を抜きがちになってしまうところ、まあ、自分たちとの戦いですからね、ほぼほぼ、ね、常にちょっとぐらい抜いてもええんちゃうかなっていうところとのこう戦いですもんね。そこでこうしっかり自分を追い込み続けて、少しでも体力ですとか身体能力を高め続けることができるかどうかっていうところが、うん、その高校時代のパフォーマンスはもちろんですけども、そこからこう10年20年と選手としてこう戦っていくためのこう土台ができるかどうかっていうところにこう関わってくるっていうのが、宇都選手のお話を聞いてるとね、本当に大事なんだなっていうのがこう分かってきますので、今のねジュニア世代の選手の皆さんはそういうこうしんどくて地味な練習こそ手を抜かずにね頑張ってやっていただければと、はいはい、思います。では次の質問に移らせていただくんですけども、はい、まあその体力的な面ですとかこうスキル的な面、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、こう宇都選手がご自身のパフォーマンスのこう伸び悩みを感じてらっしゃって、まあ、例えば壁にぶち当たってそれを乗り越えたような経験とか、そういうきっかけというのが、まあ、いくつもあるとは思うんですけども、こうその中でも特に印象に残っていることがあれば教えていただきたいんですけど、まあでもなんていうんですかね、まあ、多分それ人それぞれの考え方だと思うんですけど、まあ、僕の場合は結構本当
細かい壁にぶち当たりながら乗り越えながら一生懸命やってるというか、はい、まあ、その壁の大きさはあるとは思うんですけど、違いはあれど、はい、常にこう壁にぶち当たってるっていう状態が、まあ、続いてるっていうのが、続いてるっていうか、まあ、常に自分はそう思いながらやってるっていうのが感じですね、はい、もうなんか伸び悩んでるっていうか、もう常にこう課題を抱えて、うん、そうですね、悩みながら、はい、もがきながらやってるって形ですね。なるほど。なんか全く納得することはないというか、その感覚がやはりその選手として成長を続けるには大事なのかもしれないですね。うん、まあそうなんですかね。僕個人としてはまあそうやってやってきてるっていうのが。なるほど、はい。ちなみに今の宇都選手の一番大きな課題って何かありますか？僕はもう今はあれですね。バスケットでいうと外角のシュートを身につけることですね。なるほど。はい。そのためにこう何か特別取り組んで、そうですね、僕あのスリーポイントに関してはもうただひたすら練習するっていうのが、はい、まあ、打ち込んでるんですけど、あと僕今年ちょっと分かったことがあって、はい、僕、まあ、そのパフォーマンスというか身体的な部分でいくと、はい、背中周りが弱い、はい、っていうことに、はい、気づいたというか、はい、気づき始めて、なんかクリーンとか僕結構この見た目の割に割とパワークリーンとかって分かるんですか？分かります、分かります、はい、ちょっとあれ見てる方が分かるか分かんないんですけど、結構ハードなトレーニングあるじゃないですか、はい、あれ結構僕100、110ぐらいまでいけるんですけど、めちゃくちゃすごいですね。でも100から100、110から伸びないんですよ。あ、なるほど。結構難しくて、はい、でもクリーンずっとやってるんで伸びるはずじゃないですか、はい、でも多分違うんですよね。僕のクリーンにのクリーンだけで伸びる限界は多分100か110ぐらいで、最近この背中のもっとデッドリフトとか、はい、最近だともうそうブルガリアスクワットとか、はい、そっちを取り入れてもっと何て言うんですか、何て言うんですか、土台を強くするというか、クリーンという総合的なトレーニングをするために、はい、各部位の土台をしっかりさせることをやってて、そこはかなり今ぶち当たってますね、現状。なるほど。トレーニングでいくと、そのシュート力を上げるために、はい、まあ、その背中の筋肉がもうそうですね、やっぱ下半身とかの強さとか、はい、安定感っていうのは、まあ、その僕の場合は背中だったり、まあ、そういうブルガリアの片足とかの筋トレとかはかなり重要なのかなとは。なるほど。はい、もちろん、あの、もちろんそもそもシュートを練習するっていうのは大事だと思うんですけど、はい、まあ、いろいろ考えながらやってるって感じですね。なるほどです、はい、ありがとうございます。まあ、なのでこう、その時その時の課題がやっぱりそれぞれあって、それをこう打破するためにも今まで悩み続けながら、いろいろ試行錯誤し続けながら、ずっと来てらっしゃるということです、ね。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、次にですね、はい、宇都選手がパフォーマンスを向上させるために、心がけてらっしゃること、3つに分けて、バスケットボールのスキル面のことと、フィジカル面のこと、そして最後栄養面のことで、何か工夫していることがあれば教えてください。スキル面に関しては、はい、やっぱり日々勉強だなと思ってて、はい、まあ、なんでかっていうと、やっぱスキルってすごく向上していくんですよ、世界的にもバスケットの環境的にも。もうどん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 新しいスキルが生まれてて、はい、その昔これが通用してたからとかではなくなってきてるんで、常に新しいものを取り入れる努力っていうのは、若い子たちから盗むのもそうですし、はい、そういう常にバスケットボールの動画を見るのもそうですし、まあ、そういうのはすごく心がけてます。なるほど。はい、例えばこう NBA の選手ですとか、はい、そのコーチのこう動画を見て、そうですね、はい、というところになってきますよね。そうですね。ちなみにその宇都選手がこうずっと今までプロ選手として活躍してきた中で、バスケットボールのスキル的なところで、まあ、例えば高校時代からここが一番大きく変わったなっていうのを実感されているところってあったりしますか？ゴールにアタックする技術は間違いなく伸びたっすね、高校時代から大学プロになって、はい、
それはこの単純なドライブの時のスピードだけではなくて、そのドライブに入るまでの、まあ、例えばフェイントですとか、ディフェンスの選手との間合いの取り方ですとか、そういったところも含めて総合的にやっぱりもう全然違うものになってるっていうのを実感されてらっしゃる。そうですね。僕の場合はアウトサイドが今までなかったので、はい、そのドライブだけで点取ってきたんですけど、はい、一応やっぱり去年ぐらいまでは日本人でトップ10から、まあ、5から10ぐらいまでの点数は常に取ってて、はいはい、まあ、去年はちょっと落ちてしまったんですけど、いろいろあって、はい、まあ、常に10点以上は取ってたんで、はい、それも全部ドライブだけ。なるほど、はい、外角がなくてもドライブでこう外国人をかわしながらシュート決めてきたっていうのが、まあ、自分のスキルとしてあるので、まあ、そこは僕の伸びたところですし、まあ、強みかなっていうのを思ってます。なるほどですね。その今の課題としてはやっぱり引き出しを増やすために外角のシュートを、そうです、ね、はい、そう、毎年その話もしてたんですけど、はい、結局なんかドライブで点数取れてちゃってたっていうのが正直あって、はい、甘えてたんですけど、はい、自分自身に。でもやっぱりルール的にも外国籍選手が増えたりとか、はい、アジア枠の人が入ってきて、はい、まあ、かなり身体能力が僕らにも必要になってきたし、はい、対抗するためにいろんな技術が必要になってきて、やっぱり外角のシュートも今現状でいくとマジで必要だなと。な、まあ、それがなければもう次はないなと思いながら今年やってるんで、なるほど、まあ、そこはすごく重要かなと思ってます。はい、ありがとうございます。ではまあそのスキル面に関してはやっぱりそのドライブの力が、はい、高校からも一番伸びましたねということですね。はい、フィジカル面に関してはどうでしょうか。フィジカル面もやっぱ伸びたのかなって、単純に体重もそうですし、はい、まあ、あとはプレーのしやすさとかもやっぱり、はい、あと僕の場合はすごくこの時のドライブの時のこの強さが欲しいって、はい、トレーナーと相談しながらめちゃくちゃコミュニケーション取ってトレーニングをするタイプで、だからそこら辺のドライブに対する強さとか、まあ、体を当てる技術とかはすごく伸びたのかなと思います。なるほどですね。はい、フィジカル面でこう強化していくにあたっては、はい、やはりそのトレーナーの方と綿密にこう細かくコミュニケーションを取り合いながら、そうですね、やっぱ人それぞれの、はい、体の理想ってあると思うんで、はい、やっぱりチームでトレーニングするのも重要だと思うんですけど、まあ、その僕らに合ったトレーニングをした方がいいんじゃないかなっていうのは僕自身は思ってるんで、はい、まあ、例えば藤高選手が今ダンクバカバカするのに、はい、まあ、それをキープするウェイトで伸ばそうとするのも大事だと思うんですけど、それ以外にこう横の動きだったりとか縦のスピードだったりとかをやったらもう化け物になると思うんですけど、はい、多分そういうのを僕は横とかの縦のスピードが速い分、縦に上にもう藤高選手といったらこんなぐらいの差があるぐらいジャンプ力に差があるので、はい、まあ、そこを僕は埋めなきゃいけないなって自分でも思ってるって感じですね。まあ、技術面はもちろんですけども、フィジカル面でもその選手それぞれ特徴が全く違うので、それに合わせてやはり強化すべきところをしっかり見極めてこう強化していくというのはこう普段から心がけてるところですね。はい、ありがとうございます。では最後、栄養面に関して何か工夫してらっしゃることはありますか。あの、まあ基本嫁さんが僕単身赴任なんで作り置きしてくれてるんですけど、でも結局なんか足りなくなったら僕が作るじゃないですか。そういう時に栄養がやっぱ足りなくなるとは自分では思ってるので、はい、そこはサプリメントで取ってるって感じですね。ありがとうございます。特にこう、はい、今愛用されているこうサプリメントどんなものがあったりしますか。そうですね、僕が取ってるのは、HMB だっけな、あ、はい、で EPA ですね、はい、でビタミン、はい、フルビタミンって言ってビタミンにいろんなのが入ってるやつと、はい、ミネラル、なるほど、そうですね、毎朝4つ飲んで、そうですね、その4つですかね。まあ、本当にこう基礎的な栄養状態をもう補う、はい、で、まあ、トレーニングをプロテイン、はい、トレーニング中は BCAA とか、なんか BCAA の3つ以外に7つぐらい入ってるやつ最近できてないですか。 EAA ですね。 EAA ですね、はい、その EAA が欲しかったんですけど、はい、ちょっと今手に入れれてなくて。なるほどですね。で、あれなんですけど、今 BCAA は、トレーニング中は飲んでって感じ。で、どこぞの会社が作ってるリカバリードリンクがあるんで、それを一応リカバリーで練習後に飲んだりとか。なるほど
もうちょっと薬漬けみたいな感じで栄養をとってますね僕の場合は。まあ、やっぱりこうどうしても普段の食事だけでは取り切れない部分って出てくると思いますし、はい、それがやっぱりプロのアスリートとなると、まあ、もう一般の方とはもう運動量も全然違いますし、はい、体にかかる負担も桁違いだと思いますので、やっぱりそういうところをこうしっかり見極めて足りないものをサプリメントで補うっていうのはやっぱり大事になってきますよね。ああ、ありがたいですね。なんかその体の方に言われるとダンスすると嬉しいというか。そうなんだ。本当に今のサプリメントの話聞いてて、はい、すごい考えて取ってます。あ、本当ですかね。で特にそのやっぱり無駄がないんですよね。ウッド選手の話を伺ってると、こうやっぱりちょっとこうトレーニングを始めてこうサプリメントの知識がついてくると、あれもこれもって手を出してなってきたくなって、それ何のために取ってるんですかっていうようなサプリを取ってらっしゃる方とかも結構いらっしゃるんですけども、その点やっぱりウッド選手はこうしっかりご自身のこう食事内容もこう把握をされて、でご自身 の, その体の状態ともしっかり向き合って、必要な栄養素っていうのをきっちりご自身で把握された上で、必要なサプリメントだけをしっかりこう必要な分だけ取られてるなっていうところが、まあ、お話を伺ってるだけでもすごい伝わってきて、結構好きなんですよ、はい、そういう、なんていうんですか、ビタミン何のために取るかっていうのを調べたりとか、はいはい、それこそボディービルダーの YouTube とかたまに見てて、はいはい、そうすると今 BCAA よりその EAA の方がいいよみたいなのも聞いて、あ、そうなんだと思って調べたら、なんか3種類ぐらいなんですよね BCAA って。そうですね、はい、名前ちょっと忘れたんですけど、でもそれプラス EAA は4つぐらいもうプラスして取れるみたいな、はい、それなんかも調べて、あ、そうなんだ、面白いなと思って、はい、で僕の場合食事がそんな、なんていうんですか、食事が好きじゃないっていうとなんか語弊あるんですけど、僕食事に欲がないんですよ本当に。お腹いっぱいになればいいっていうタイプなんですよ。なんでどっちかっていうと、その栄養というかそのサプリメントでうまくごまかすというか、うまいことやりたいタイプで、はい、こうあんまりこういっぱい食べる方ではないというか。そうなんですよね、そこまでたくさん食べれないんで、うまくこうビタミンとか、はい、そっち系のサプリメントとかプロテインとかで補うみたいな感じですね。そういう栄養の知識とかサプリメントの知識っていうのもやはり高校時代からもう全然違うと思うんですけど、でもなんかそこまでの栄養の細かい知識はなかったんですけど、はい、やっぱり高校の時は5000キロカロリーを毎日取るっていう、あ、なるほど、食事ノートみたいなやつを毎日書かされてて、はい、何を食べて、このカロリー何でみたいなやつを、はい、で毎日5000キロカロリー取らなきゃいけなかったんですよ。いやー、しんどいですね。いや、めちゃくちゃしんどかったですね僕普通に練習終わった後、おにぎり7個とか食った後に、はい、寮帰って晩飯食べさせられるっていう、はい、まあだからちょっとずつこうカロリー上増しとかしながら、はい、サイト見て一番カロリー高いやつ書くとかしてたんですけど、はい、でも結構な量食べてたんで、はい、まあ、そういったところから食の、なんていうか、食トレみたいなのはあったっす。で、大学時代に、なくなって、そういう意識があんまり。でも、プロ入った時に栄養士さんがいたんで、その時にかなりいろいろ勉強しましたね。コンビニで取れる栄養とか、やっぱ僕、その時独身で若かったのがあって、コンビニで取れる栄養だったり、そのすき家、吉野家、松屋とかで手軽に取れる栄養とかを教えてもらって、はい、それを実践するようになってってやっていくうちにどんどん知識が増えていって、はい、そういうサプリメントとかも取るようになったって感じです。なるほどですね。やっぱりそういう栄養面で知識をしっかり取り入れ続けているのが、まあ、今の役に立っているというところですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。